感覚で売り込んだ方が大きいところを取るかもしれない。はい。電気分解を応用したあの、まあ、基本技術いろいろなものをやってるんですけど、そのうちの一つで、お酒を美味しくするという技術をあの開発いたしました。一つはアルコールと水の分子の関係で話をすれば非常によく混ざるということになります。電気分解することでもともと水というのはあの水素結合といって H2O 単分子ではなくてあのブドウの房のようになってます。それを電気分解で一つ一つにちょぎるというかですね、小さくした上でアルコール分子の周りに水がこうくっつくということで、飲んだ時にアルコールが舌の上にあの直接触れないというような状態になりまして、まろやかな感じになります。ピリピリしないという。酸化した酸っぱい酸のものを吸収することによってもしかしたら戻るかもしれないですね。渋みというものがちょうどよくて楽しめるワインを今飲んでいただいているんですが、例えばこれがもっと渋くて味がきつくて、タンニンがすごいまろやかになって本当に綺麗にこう開いたというか、空気に触れたことによってワインが華やかにこう開花したというか、本当にあのやはりこう何ですかね、飲み頃が近づいた感じですね。そうすれば雑菌も出ないし、非常に簡単にワインを作る。